今回の史跡探訪は掛川古城です。掛川城との位置関係はこのような感じです。福主のおっさんが雑に作った鳥観図です。平治の城主の巨漢だったとされています。切り岸です。先にこちらを見ていきます。堀切です。切り岸、ダンクルワです。クルワの跡です。高さ、奥行きが伝わりにくいのが残念です。うちは幕府への忠節を示すためにこんなものを建てました。ダーメン、断絶メン。土塁です。遺構は失われています。名残や雰囲気程度は伝わります。最後に、ウプ主のおっさんのたわごとです。ここまでご視聴ありがとうございました。この動画が良いと思われた方は、高評価、チャンネル登録をぜひお願い申し上げます。